かけっぱで。なんで、10年くらい昔ね、なんかロシアの人がピンロック外す動画っていうのを上げてて、過去にね、1回か2回、なんか2トンのトラックと、ライトエースやったかな、なんかそんなやつの鍵を、その動画の真似して開けたことが数年前に1回2回あるんですよ。これタコ糸、100均で今買ってきたんで、これタコ糸だけあれば、普通の紐でもいいですけどね、タコ糸の方が多分やりやすい。今試せるのは鍵のこのロックのつまみのつまみがね、こうやってほらこのタイプピョコンって出てるでしょ、あっち側も。カメラ置いたまんま電源入っとるんから、これ傷、格子で今さっきテープ貼ったんですけど、原理だけ言いますね、ここ手で作ってると少し動くんですね。なんでこれをグイッとちょっとね、何でもいいや、テコの原理でドライバーでもいいし木の棒でもいいし、まあ、傷つくのはねあれかもしれないけど、隙間を開けてこのタコ糸を垂らすはず中に、でもう僕の前で一度簡単に輪っかこんな感じで、こんな感じね、何箇所か輪っか作ります。なんかこの輪っかの大きさも距離もこの間隔もちょっとバラバラな方がいいかもね、全部均一っていうよりも、この輪っかがでかいやつもあればちっちゃいのもあったり、使うやつやってれば、ちょうど頃合いのいいもん、いいところに当たってくれれば早めに開くかもね。ずっと前にやったことあるねんけど、その時はタコ糸じゃなくて普通のナイロンの糸、糸じゃないわ、ナイロンの紐。よし、1、2、3、4、5個、こんな感じ。はい、見えます、輪っかで。なるべくこの輪っかがね、ねじれとらんとパカッて開けてくれたら楽が光ったもんね。だってよし、とりあえずやれやれ、さっさとタコ糸がこの中に手離してスポッて入ってって、やり直し3回目、これ紐3本目作った。通りましたね。これを一番下まで下ろしていく。あ、ラッキー、もう引っかかった。オッケー。ちょ、離したんだけど。ラッキー、引っかかった。見える？これ。引っかかっとるし、右に、やばい、と離したら終わりや、また。右が一番下までまだ降りてないんでね、でも。ちょっと右側に、ぐっと引っ張ってみますね。あっ！引っ張ってあげる。あ、やばい。引っ張ってあげる。上がれ。よっしゃ。来ました。ほんでいいよね。一応引っ掛けとこう。は
移動サイトのこっちも。開いた。開きました。よかった。あー、すげー。すごい時間使った。何でしょう。